もう今のお客さん370円で書いてる。これですね、来ました。コーヒー、これちゃんと魚の煮付けがついてますよ。はい、ありがとうございます。あと一番札のお湯割りもらえます？はい、一番札のお湯割り来ました。ハイボールでございます。スーパードライ米。はい、恒例のメニューチェックです。さあ、飲み物はこんな感じ。もう十分ですよね、ちょい飲み。そして食べ物はこんな。ああ、十分だな。ちょい飲み、ちょい食い、十分ですよね。駅の改札から10秒、ちょこっと飲んで帰るにはね、最高ですわ。今回第1弾のメニューはなんと楽々セット660円で、ちょっとずつだけど5品ついてる。もう今のお客さん370円で書いてる。これですね、来ました。5品、あれちゃんと魚の煮付けがついてますよ。卵焼き、ポテトサラダ、魚の煮付けにロースハムにタケノコ、キャベツも入れたら6品やん。さあ、じゃあまずは卵焼き。おお、この量の卵焼き2切れついてる。うん、あ、これは業務用じゃなくて使ってるな。それも読みがあるだけの。うん、美味しい。まあまあ、これは業務用ですね。うん、あ、十分これ、うん、いいな。さあ、ポテトサラダ、まあこれはもろ業務用さ。うん、十分飲めるわ。マジか。これで660円か。まあね、660円ですから、普通に美味しかったら。もういい？もう。もう。ハムね。ハムハム。あ、うん。十分当てるの。すいません、ビールおかわりいただけますか？はい、ありがとうございます。
りいただきました。うん、うまい。さて、そろそろ追加も言おうと思うんだけど、トンピー焼き260円ってどういうことやろな。ウインナー炒め、すいません、ウインナー炒めいただけますか。はい、ウインナー炒め、はい、お願いします。安いを当てても一応魚の煮付けっていうのが気になりますよね。おお、魚ですね。当たり前か。あ、うん、あ、ブリ系だね。ハマチかブリかツバスか分かんないけど、うん、美味しい。普通にいける。これはいいわ。今2人お客さん帰ったけど、どっちも1000円以下やったな。いや全然いいんだけど、立ち飲みってそういうもんだからね。俺がいつもね、立ち飲みで飲みすぎるからあれやけど。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。あと一番札のお湯割りもらえます。はい、一番札のお湯割り。いや、何もなしで、はい。来ました、ウインナー炒め260円。結構焦げ目つけてんね。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。来ました、ウインナー炒めと一番札のお湯割り。もう私ね、アラカンなんですけどね、お子ちゃま口なんで、ウインナーとか大好きなんですよね。あー、ほんと一番札って癖なくて美味しいな。セットがおすすめですけど、いろいろご品とお酒のセットで660円というのがあります。やっぱりね、結構駅だからね、飛び込みお酒だけ、はい、飛び込みで入ってくる。日本酒熱燗とヒアトレーしております。うん、おいしい。すごいね、今のお客さんのセット進められたけど、お酒だけがいい。多いんだよね、立ち飲みはお酒だけ。昔ね、立ち飲み行ってね、新開地だったかな、すごい粋なお客さんがいて、僕がまあまだ若い頃にね、まあ、背伸びして飲んでたら、横で日本酒ね、冷やでぐーっといっぱい飲んで、ポンと置いて帰る。毎日ね。なかなかそれが粋でしたね。あらあら、そうなんですか。このね、話し相手が大変なんよね、スタッフさんは。日本酒だとならない。うん。ケチャップとウインナーの相性のいいことね。うん。来ました、ハイボールでございます。ね、寒いね。お客さんが帰ってきましたね。さあ、そろそろ帰りますか。すいません、お会いさせてください。1890円。はい、ありがとうございます。